武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回はですね、首都大学東京の理系数学の勉強について話していきたいと思います。理系数学は大きく2種類あって、基本的には1種類なんですけど、もう1種類が都市教養の数理科学、選択した場合ですね、学部都市教養学部の数理科学を受けた場合には、こちらの数学を2個受ける必要がありますので、それでもう1個パターンがある形となっています。で、問題に関してですが、共通問題に関しては75分で大問3題、という形になっています。で、まあ、数3の範囲まで出てくるような、構成ですね。で、出てくるのは、まあ、微積範囲が、割と多いかなという印象ですね。で、ここの問題の難易度自体は、そこまで、高いわけではなく、標準的な問題が一人解ければ、大丈夫なんですが、ただ証明問題が、割と出やすいという点と、まあ、あと図示するような、問題、計算が結構複雑な、問題が出たりという形で、なんていうか解けなくはないんだけど割と大変な問題が、結構出てくる、形となっています。なので時間内に効率よく減点されない回答で、解けるようにしなければいけないという意味で、まあ、完成度が高い、勉強を、しなきゃいけないという点が、注意が必要です。で、まあ、対策としてはやはり証明問題、非常に出やすいので証明がしっかり書けるように練習しておくこと、そして微積が、まあ基本毎年必ず出ているので、ちゃんと対応しておくことが、重要となります。で、都市教養の数理、受ける場合ですけど、こちらも、微積、非常に出やすく、なっています。で、あと注意点としてなんですが、後期にはなるんですが、複素数平面が新年度で出たことがありますので、まあ今後前期でも出ることは十分に予想されるという形になっています。なので基本ここの問題が証明問題とグラフなどの図示するような問題、割と多い傾向となってますので、複素数平面もしっかり手を抜かずやっておいた方がいいでしょう。基本的な対策としては標準的な問題を記述論述でちゃんとできるようにして、計算ミスをしないく時間内に解き終わるようにまあやっておく。レベル的にはマーチレベルしっかり仕上がっていれば大丈夫です。ただ、答えが当たるだけでは絶対ダメなので、記述論述で書けるように練習をすることを心がけてください。以上が首都大学東京の、理系数学の勉強となります。